아틈새라면볶음면고래미터도나온거나왔다사실빅파이감동했다빅파이와레아템으로됐어고래네노리타쿠가나이때카타와풀몬라멘갑에타베르도이이노카나토마이마스노리 BTS 노리 BTS 노리Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. どこに行ってますか、ぴょぴょ？福岡でスーパー行きましょう。福岡でスーパー行きましょう。有名なスーパー、イエスマート行ってみたいと思います。じゃあ、ぴょぴょ、スーパーで何買いますか？チョコレートです。チョコレート？そうしましょう。レッツゴー。もう福岡まで来てね、すごいよね。どんだけ韓国食品食べたいのって感じだよね。ここだけじゃなくてイエスマートとあのイエスチキンも入ってるし、なんかファッションもなんかついてない？ちょっと入ってみましょうね。めっちゃ大きい気がするね。今日はね、もう田舎なんでたくさんは買えなくてですね、とりあえずこれはもう持っていく。たくさんは多分買えないよね。なんかいろんなサイン紙がある。やっぱりいろいろ取り上げてるのかな。いろんな方が来てますね、うん、あと福岡の自尊心ソフトバンク。もう今回は本当韓国のなんかお店みたいになってますね。いやどこから見ればいいのかわかんないけど、でここは買ったら持って、うん、帰れないよね。そうだね。ソウルに持って帰れないので必要なものだけ買って帰ろうかなと思ってます。これバニラが出てるね。お、新しい味だね、うん、これコブチめっちゃ有名なんですよ、観光で。まあ、一番売れていて、東京だと今このタツルチ、これとコブチよくあって、バニラが今少ないよね、うん、初めて見た。バニラちょっと食べてみよう、うんうん、値段は、ね、それなりにちょっと高いだったり、ね、美味しいっていうことで。 あとインジョルミってあるんですよ。インジョルミ、このインジョルミは韓国できな粉の餅みたいなものなんですけど、豆の味すごいしっかりなんか伝わってくるような、うん、韓国の伝統的なあの餅ですよね、うん、これがすごいと思わない？これがまさに韓国の食品っていう、うん、このポスターもすごいいいよね、イエスマートって。捨てるものがない。もう終わりじゃないですか。全部国民のね、食べ物だよね。あ、キムヨのコーヒー入れてね、これちょっと悲しい、ね。あ、でもマクシムだから。マクシム。もう本当にこういうのを見て皆さんが勘違いしないでほしいのが、韓国ってこんなの実際食べないんですよ、そんなに。ふざけてたまに食べたりはするけど。あ、トゥムセラメン、ポックミョン、これ見たことないわ。ポックミョンがなった？で、これ食べたことないでしょう。うん、ないない。これちょっと食べてみようかな。ベップシムってわかります？ベップシム、ベッキへ대한자부심。だから辛さに関して自負心があるとか、とても辛いということで。そうそう、私は個人的に美味しい辛さとただ辛さがあるんですけど、うんうん、美味しい辛さはトゥムセラメンの方が美味しいんですよ。ちょっと食べてみよう、うん、あ、ここタッポッキコーナー。もうヨッポッキは日本ですごい成功してるタッポッキですよね。これが普通のスーパーで買えるようになってから、もうみんなタッポッキを食べるようになった。あ、タイニタンキム、これ海苔が BTS の海苔を売ってるんですよ。嘘、海苔だって。さすがにこれはパンシオックさん驚きです。お、ピザやピザ、オットギエサピザがなね。皆さん、オットギって結構レトルト食品すごい有名なブランドなんじゃないですか。オットギで冷凍出すのって結構、ね、いいね。ヤフライヤで4、5分って。食べてみようか、どんな味か。マシンね、ここマチズ、うん、絶対子供が好きだよね。私飛行機じゃなければこのピザ買いたい。これいいよね。私が最近行ってないせいか、なかったやつがすごいあるし、うん、福岡がやっぱり輸入されるところとして大きいところの港って聞いたんですけど、うんうん、なんか最近だって新大久保行ってないわけないんですけど、品揃えがすごい良くて、うん、そう、初めて見てるものすごいあるんですよね。こういうのもね、こういうのすごい流行ったんじゃないですか、韓国に。チョコとブドウの分、うん、でこれも今入ってるし、うん、いや、これめっちゃ美味しいんですよ、これ。ヘバラギ、これひまわり、ひまわり、これと似てる日本のお菓子ってないんだよね。で、昔ヘバラギは同じ色だったのね。今は色がなんかそう、全部チョコだったのに、これ中がひまわりの種が入ってて、外側にこうチョコ塗ってるんですよ。それが栄養になって、これ本当に巻くとひまわり出ますよ。あ、嘘だよこれひまわり、ヘバラギ。나지금좀감동했잖아。너무상품이많은거야진짜한국같아。
그러네 진짜 한국 같네 韓国のお菓子の中で何買えばいいのか分かんないで、まあ、みんな知ってるんですよ知ってるけどこのバットアップルあるじゃんこのバットアップルこれがコーヒーとか甘くないし、うんうん、食べやすいしあとブラックにも合うしレクシンコピーにも合うし、まあ、万能のお菓子って言ったらこのバットアップル結構いいですよだから迷ったらこれと個人的にまたおすすめするのがこのビッグパイがあるんですよね私ビッグパイ感動したビッグパイはレアテムですこれねちっちゃくて普通に一口に入るやつなんですけど、うん、これ癖になるんですよ一回開けるともう全部食べちゃうこれ美味しいんだよね買いたいの入れちゃおう、うん、あとホワイトハイムもこれ冷凍室に置いてから食べると超美味しいこれ、これ冷凍して食べると美味しい、うん、前も説明したんですけど、うん、冷凍して食べると美味しいよねそうそうそう、うん、そのチョコこれを冷凍して食べるとすっごい美味しいコーヒー一杯とこれ1個とか1個だけだと太らないけど人間は1回開けると全部食べちゃうんでそこが問題です嬉しいよ、オートがあるよオートこれもこれももう衝撃型前と後ろがジェックっていうお菓子の真ん中にチーズが挟んでいてこれも開けたらもう最後まで食べて、うんうん、止まんない美味しいよね、うん、あと日本が最近すごい変わったなと思ってるのが、うん、日本に韓国のサバが入ってくるんですよアンドン韓国でもこれねあのサバの中で一番有名なブランドなんですよあのアンドンあとこれもマットンさん思い出のお菓子お父さんお母さんたちが好きな、うん、これは結構甘くて、うん、韓国のチョチョンみたいに蜂蜜が塗ってあるんですけどすごい美味しいですこれ日本のカリントに行ってるでこれが、日本でいう新チャンなんですけど韓国ではジャングって言うよねジャング이거먹을때입천장조심해야돼これすごい硬いので口の中の歯茎とかやられる可能性あるんで気をつけてくださいあと個人的にはこう새우깡は辛いのが好きですおすすめ。で、新당동떡볶이は結構辛いです。思ったより辛くて、자갈치は何か分かります？タコ、자갈치ってよく言って、うん、皆さんが부산行くと자갈치시장ってよくあるじゃないですか。それの자갈치がこのタコのやつで、日本で髪がない人をハゲ散らかしてるって言うけど、韓国は자갈치って言うんですよ。その자갈치、あのハゲ。もう安定のものたくさんあるよね。왕만두、ビビゴ왕만두もあって、물만두もあって。1、2種類じゃないよね。잡채군만두これはすごいおすすめします。あのこの形が、うん、実際韓国の中華料理屋さんで出している군만두がこれなんですよ。うん、そうそう。で中に잡채が入っているのが、당면入っているのが美味しいので、うん、揚げ餃子とか結構こうディープにこうこんがり焼いて食べるの好きな人はこれすごいおすすめです。うん、そう。すごい美味しいです。トッポッキソースにつけて食べると最高に美味しい。うん、あとこの形なんですけど、よく떡만두국とかよく言うんですけど、これキムチチゲに入れると最強に美味しいです。本当にキムチチゲ用はこれ。ここは간장게장も全部冷凍で売ってます。一回冷凍してるやつは安全ですよね。うん、いいね、うん。家にだから帰るまで結構常温にすぐ戻ったりするのだけ気をつけてくるといいのかな。で、양념게장っていうのがあって。韓国では양념게장も言うんですけど、꽃게장ってよく言いますよ。꽃게장。お、새우もある。새우장。あ、새우장もあるんですね。간장새우。これ부산명물낙곱새。これ낙곱새。これ낙곱새っていうのが낙지곱창새우なんですね。タコと곱창とエビが入ってるやつで美味しいですね。個人的にこのキンパはダメではないんですけども普通みたいな。ちょっとご飯の量多いイメージはあるよ。ちょっと。これなんか見たことないラーメンがあるんですよね。これプルモンから出しているの分かります？プルモンっていうのがもともと結構オーガニックそして体にいい素材をよく使っている感じで出しているブランドがプルモンなのでそこで今ラーメンを出してますよねでプルモンで出しているあのコッケタンメンとかも今書いてるのがキーギジアナッタって書いてるじゃないですかだから揚げてないよっていうことでどっちもあのラーメンなんだけどそんな凶悪じゃないよ体に悪くないよっていうブランドで今出してるみたいですねなので、やっぱりラーメンは食べたいけど太りたくはないっていう方はプルモンのラーメン買って食べるといいのかなと思います美味しいかどうかは分からないけどでも1個食べてみたいねやっぱりあこれも昔すごい食べましたねこれも別に美味しいわけではないですジャジャンじゃないんですよレトルトはジャジャンの味あんましないだからこれをどんな麺を入れて食べてもなんかこう売ってるジャージャー麺の味がするわけではない全然違う味、あの味がします正直あのチョンジョンオのオフドから떡볶이ソースを出したんですよねコチュジャン떡볶이コチュジャンを出しているので多分結構辛くてトロッとしてるコチュジャンなのかなと思うよねあとこのヨッキルムガルっていうのがあるんですけどこれヨッキルムっていうのは何かっていうとこれで湿気を作るんですよ湿気作れるやつですこれにヨッキルムっていうこれに水を入れて1時間ぐらいふやかしてからこう手でよくもみもみしててそれで作る湿気なんですよねなので実際自分が湿気作ってみたいっていう人はヨッキルムガルっていうのを買うと家で作れますよくする出汁の秘密なんですけどこれスープの秘密って書いてあって
これもなんか新商品らしいです。ニューって今書いてるんですよね。ゴミが出ないで、あの水で2分で完成するやつらしいです。生臭さを低減してる。なのでジェイちゃんとかが食べやすいのかな。これはすごくないですか、サゴルク。これはすごい、めっちゃ買いたいんだけど、4200円ですよ。これ東京で売ったら買いたい、本当に。いや、これすごくない？これ欲しいんだけど。欲しい、すごい欲しい、これ。これはヤンパにかけるんですよ。ヤンパに、生のヤンパにかけて食べるやつで、あのサムギョプサルの上にこう添えて、あのサムで食べるやつじゃん。で、こちらは辛くなるんですよ。あの、こっちょりみたいに、あのパチェ？ネギを用意してて、だからこれは玉ねぎのやつじゃん。これはネギですね、ネギ。あの皆さん韓国の豚足ってなんでそんなに茶色なの、どうやって焦がしたらそうなるの、日本のはなんで白いのとか言うんじゃないですか。白いやつでも韓国の豚足なんで作れるんですよ、実際。これやればいいですよ、これカラメル、うん、これ調味料なんですけど、実際これが、うわ、600円もするの。でもこれ入れると美味しくなるんで、本当の韓国の豚足の味になるから、こういうのを置いてあるっていうのすごいいいですよね。乳酒がすごい買いたいけど、乳酒がとかはないのかな。あの個人的にすごい好きなのがこれ、この2つ私はすごい好きです。どちらも結構どの、あの出汁に使っても美味しいやつなので、どっちも結構使ってます。で、魚をあえて入れないやつにはこのヘムルグモルネギ使って、魚を入れるやつとかチャンチグクスとかに使うときにこの万能肉酢で作ると美味しいです。このペクソルが多いのがすごいいいですよね。もう韓国でこのプルゴギヤンニョムって言ったらペクソルすごい多くて、最近なんか入ってるよねとかね、日本ではだいたいビビゴ買ったりするんですけど、ペクソルがすごいいいですよ、正直。このソーカルビヤンニョムじゃなくて、これ結構くどいんで、カルビヤンニョムあるでしょ、これで、これに皆さんが普通に安い肉あるじゃん、牛丼の肉とか、それにこれ少しかけてバーベキューとか持ってって直火で食べるとめちゃめちゃ美味しいです、これ本当に。もう食べてみ、本当に、あのバーベキューとかで。もう調味料がすごい充実してますね。タガシチョ、韓国料理によく合うのがこのリンゴの酢ですね。じゃあもう終わりましたね。もう冷麺のスープが韓国の味が出るのはもう終わりましたね。これ日本になかったけど、ここは売ってる。冷麺の出汁、なんか皆さん変なところで食べるんじゃないですか。なんかこう焼肉のなんかチェーン店とかで食べると、なんか変じゃないですか。これで作るんですよ、これで。ちなみに普通の出汁だで作る方法もあるんで、今度紹介します。韓国の食卓で欠かせないナムルばかりです。このコグマ酢私すごい好きなんですよ。多いよね、あとトランテって、これ皆さんユッケジャン美味しく食べる方法あるじゃん。こうレトルトのユッケジャン買ってもいいんですけど、これ絶対入れた方がいいです、これ、うん、これ買いたいね、トランテ。だから ないよ、見たことない。これトランテを入れるか入れないかで全然違います。でただ値段見てください、値段が高いんですよ。もう1000円ぐらいなんですごい高いけど、これがあるとめちゃめちゃ美味しいよね、うん、もう高麗人参持ってますね、ここは。やばいよね、高麗人参持ってるよ。あ、サムゲタン속재료こうやって売ってるんで、ね、サムゲタン作れるように。これは持っていこうかな。대출나올게요。일정시간이지난후나물줄기를확인하여삶아졌다고느껴질때불을끈다。一定の時間が経って、ナムルの芯を確認して、茹でたと感じた時に火を止める。感じた時。で、海苔選ぶ方すごい多い。イエスマートからも出してるし、でも韓国人は絶対一つしか買わないと思うんですよ。もうこれだよね、강청김。강청김。まあ、ここはまあ多分강청김。やっぱり一番あの大きいブランドなんで。あるけど一番美味しいのは광청김、うんうん、私は個人的に광청김一番好きです。くどくないし美味しいですよね。サクサクするし、絶対食べないっていうのはキムチマとかキムチはキムチで食べてラーメンどうもあった。やっぱココ麺なんですけど、一時期韓国ですごい流行ったんですよ。ハヤン국물ラーメンって言って白いスープのラーメンすごい流行ったんですね。白いからといって辛くないって思うけど、めっちゃ辛いですよ。辛い方なんですけど、美味しいですよ、すごい。一時期辛ラーメンより人気になったんですよ。あ、私個人的な好きなこのチャンケラーメンとジンジャダン。このチャンケラーメンって卵入ってるし食べやすいと思うじゃないですか。意外と辛いかもしれないです、うん、辛い意外と辛い、まあ、辛さは書いてあるけど、うん、赤見たことないラーメンが、クリームチンチャンポン、チャンポンなんだけど、これだって流行ってたもん、作り方。今はこうやってもう出てるんですよね、商品が。あと金箔ですね。これちなみにこのびっしり入ってる方が、あの掃除は大変なんですけど、作るにはこっちの方がいいです。うん、あと韓国のスプーンってこんなにでかいんだっていう人いるんじゃないですか。私初めて見ました。これ韓国とあんまり関係ないかも。これ木板用かな。これやばいですよ。これ分かる。韓国のジャージャン麺のこれやばい。これめっちゃ買いたいんだけど、ジャージャン麺はここで食べるんだよね。
これすごい好きなんですけど、なんで売ってんのここで？買う？本当すごいよねここ。いやーこれどんでくまん。これ何？これ水捨てる。水捨てるやつ。ほら、ジャジャン라면사용시、볶음라면사용시。素晴らしい。약간もあるし。ニンニク潰すやつ。サイダーのゼロが出ましたよ。ゼロゼロ。だからもうゼロカロリー？もう太らない。おー、ありがたいね。サイダーを私1個買おう。これ飲みたい。いいね。あれちょっと待って。ここおかしいよ。なんで ？250ml74円じゃないですか。300なのに72円だよ。こっちはノーマルだから。あそういうことね。うん、で韓国で一番売れている、まあ、ブランドの一つですね。チャンスマッコリ。こう何を見れば分かるかというと、ここにソウルチャンスって書いてあるんですよ。ソウル長寿、ソウルチャンスって書いてあって、このブランドがすごい有名で、次がポチョンマッコリ。ポチョン、ポチョン。でこれは何っていう人多いかもしれないけど、これソウルマッコリから出してるブランドで、マクサーで言うんですよ。私のチャンネルで結構説明してるんですよ。マッコリとサイダーが入ってて、だから要は生マッコリみたいに炭酸入ってるんですよ。うん、甘くて飲みやすいです。すごい、うん。もうすでに混ざってある。でも 5% だからそんなに低くはないよね。うん。マッコリってもともとビールより強いんですよ。うん、まあ6度ぐらいが普通ですよね。もう皆さん説明しなくても分かるやつ。これは私は調節の勇気がない。チョコミント焼酎っていうのがちょっと甘さくどいと思うんで、セウカンとかだったらいいかもしれないよ。あ、そっか。私最近一番もうハマってるのはもうイプセジュの基本。イプセジュは二日酔いが一番残らないような気がします。あ、ヌキシン発見しました。あ、再入荷、やっぱり人気だよね。何が好きですか、個人的に。私はでもこれが多分一番飲んでるやつだよね、みんなが。うん、でも私はお店の味はやっぱりオリジナル。甘さ抜群。簡単に言ってモカゴールドマイルドは、お湯の量を調節しにくい方、うんうん、ずっとなんか薄くなっちゃうよっていう人はこれやめた方がいいです。そういう人はオリジナル3枚でいった方がよくて、私はオリジナル、これ家でちょっと。カヌー美味しいよね。すごい美味しかった。カヌーは韓国で今歴史より売れてるコーヒーで、もともと甘いインスタントコーヒーが主流だったんですけど、うん、もうカヌーが今はもう越してますね。だから韓国人はこうオフィスでカフェで買わないで、オフィスで飲むときはよくこれ飲んでます。うん、あとこれ大好きだったんじゃないですか。韓国で昔からアイスティーっていうのは甘くてピーチの味するんですよ。レモンとピーチも入ってる。これ買おう。私これ好き。これ買ってたらすごい飲んでたじゃん。55本も入ったのに、入ってるのに全部飲んじゃった。これドガニって言って、あの軟骨こう柔らかいやつあるじゃん、それのやつなんですよ。美味しいの、これめっちゃ美味しいです。本当にあればこれ食べてください、マジで。他のクッパとかよりこっちの方が絶対いいです。値段も一番高いでしょ。これ美味しいですよ、ドガニさん。감사합니다.